んにちは、和佐孝代です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ご機嫌9世を使ってみんなで幸せになりましょう。では、本日のテーマは、本命星が3匹木星さんで、月命星が、6泊金星さんという組み合わせについてお話ししていきたいと思います。10月の8日から11月6日までの方が対象となります。今日の動画をご覧いただくとどういったことがわかるかというと、占いの本なんかで自分が3匹木星と分かって、あ、こんな性格なんだなって読んでいくと、なんかちょっと自分とも当てはまらない、そういう自分の性格があるんだけど、これは何でだろうっていう謎が、今日解けるんじゃないかと思います。そして、自分の月命星が六白金星を持っていることでどういうことが、現れてくるか、そしてそれをどのように生かしていったらいいかっていうお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では、早速ですけれども、本命星の3匹木星さんっていうのはもうとっても頭の回転が速くて行動力がすごくある、で、考えるより先にもう足が動いているっていうぐらい、行動力があるんですね。ただ六白金星さんっていうのはどちらかというとこうスロースターターでよくよく考えてから動くっていう人なんですね。でも、六白金星と、三匹木星だと金の方が強いんですよね。なので、自分の行動面から言うと六白金星が、結構前面に出てきます。そうすると、三匹木星らしからぬゆっくりさだったりコツコツさだったり、熟慮するみたいなところが見られると思います。で、三匹木星さんは結構自分が中心っていう感じで、自分のことを優先してやっていくっていうところなんですが、六白金星さんは割と、リーダーの星と言われてて、自分の、下にこう部下を持ったりだとか社会性があって、割とこうね、自分の周りの人をこう従えていくっていうところがあるんですよね。なのでそういった意味では三匹木星さんらしからぬ、行動だったり生き方だったりをすると思います。はい。そして、今日仕事面からお話をしていきたいと思うんですけれども、三匹木星さんはとっても早く出世するって言われているんですけれども、それは行動が早いからなんですね。でも六白金星さんのゆっくりさが前面に出てくるっていう場合は、三匹木星さんの中では割とゆっくりペースで、出世もしていくと思うし、仕事も、自分のこうコツコツさが結構前面に出てくると思います。でも、結構考えというのはすごく頭の回転が速い、そこは変わらないので、自分の行動と思考がこうちょっとギャップを感じる時があるかもしれません。自分が考えてることなかなか動けないというところがあるかもしれません。でそういった時に、六白金星さんの、まあ、いわゆるこうリーダーの星的な、キャラクターを利用して他の人に手伝ってもらう、そして、他の人を育ててあげるっていうことなどを使っていただければいいなと思うんですよね。ただ三匹木星さんは、とても周りの人よりも、思考の方が早いので、周りがついてこれないっていうことが多いんですよね。そういう時にイライラして、ちょっと相手の人とこう仲違いしてしまったりするところがあるので、そこは気をつけていただいて、相手のペースをしっかり、見ながら一緒に協力していけると、すごくうまくいきやすいと思います。だから仕事面で言うと、できるだけ周りの協力が得られるように、自分のコツコツさであったりだとか、熟慮感、よく考えて行動するっていうところを、この六白金星を使って出していっていただきたいなと思います。で、頭だけで考えて、思考が優位になってしまうと相手の人とやっぱりなかなかコミュニケーションが取りづらくなりますのでね、気をつけていただきたいなと思います。で、次に、恋愛面、そしてパートナーシップなんですけれども、三匹木星さんっていうのは割とこう、モテるタイプの人が多いんですよね。で、六白金星さんはちょっと地味なので周りからちょっととっつきにくいなっていうイメージがされるかもしれません。だから自分の良さを出そうと思うといろんな人とたくさんお話をして自分の内面を早く周りの人に分かってもらえるようにした方がいいですね。人と、たくさんコミュニケーションを取ることによって自分の良さをアピール
そうすると、三碧木星さんの、こう快活さであったりだとか、ストレートな物言いだったりとかっていうことが、好みの方にとってはすごくあのとつきやすいというか、見た目よりあこの人すごくいい人みたいになりやすいかなと思うので、できるだけ自分の内面をオープンにしてあげるようにしてください。そして、結婚した場合はあんまりこう浮気したりとかそういうことはないので、家庭は大事にされると思うんですけれども、気分が変わりやすいところがあるので、相手のパートナーの方とはしっかり自分が考えていることをちょっと考えが変わったことっていうことはしっかりお伝えしていただくようにお願いします。そうしないと相手の人がついてこれなくて、もうあの人何考えてるか分かんないっていうふうになるので、そこは気をつけていただきたいと思います。では健康面なんですけれども、三碧木星さんは、肝臓胆の系を、ご注意ください。自分の調子が悪くなった時には例えば目にサインが出てきたりもしますし、イライラっていう感情が出てきたりとかします。ですのでそういった時にはできるだけ早めに食事を終わらせて横になっていただく方が肝臓に優しい行動となりますので、ぜひ早めに休んであげてください。で食べ過ぎにもご注意をなさってください。もちろんアルコールも取り過ぎはご注意ください。そして、肺大腸系が、六白金星さんの方は気をつけていただきたいところです。で、これからだんだん寒くなってきますのでね、寒さに、注意なさっていただきたい。そしてしっかりうがいをすること、そこも気をつけていただきたいですし、そして、肺大腸系には、小麦粉製品であったりとか乳製品というのが、ちょっと負担がかかりやすいと思いますので、これからの時期ね、調子が悪い時はちょっと控えていただきたいなと思います。しっかりね、できれば玄米を、よく噛んで食べていただいたらいいかなと思います。それが難しかったらちょっと、胚芽米と言われるね、胚芽の部分が残ってるお米であったり、あとは、何か雑穀をねお米に足していただいて一緒に食べるとかっていう風にしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。便秘とかにはねならないようにぜひ気をつけていただきたいと思います。はい、ではね、今回は本命星が三碧木星で月命星が六白金星さんというパターンをお話しさせていただきました。全然キャラクターが違うんですけれども、それぞれのキャラクターをうまく自分でコントロールして生かしていけると、とてもいいと思うんですよね。で真逆っていうことは、コントロールしづらいっていうところがあるんですけれども、できたらすごく使いやすいっていうことになるので、ぜひ自分で自分のキャラクターが2つある、そしてそれを、この時にはどっちを使ったらいいかなっていうことを、ご理解いただいてるとすごく生きやすくなるんじゃないかなと思います。はい、では、今回で三碧木星さんのシリーズは終了させていただきたいと思います。次回からは白く木星さんのパターンをお話ししていきたいと思います。ぜひご覧ください。毎日動画を配信しております。ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではさようなら。